菅総理インタビューに記者会見に苛立ちということでございますね。まあ、菅総理ね、このサラトイってやつですけども、まあ、記者の方が何かね、質問した後に菅総理が答える。その答えに対してもう一回質問するっていうのはさらに問う、サラトイって言うんですけども、これはルール違反だということで菅総理はね、指摘したわけなんですよね。まあでもね、その菅総理の回答に納得できない、要するに不十分だからこそサラトイって起きると思うんですよ。この辺をね、よくよくね、菅総理も認識していただきたいと思います。一発で納得させられるような答弁能力がないわけですから、サラトイが起きてしまうのは、やっぱりね、菅総理の恥だということですよね。あとね、ルールを無視せずに、ルールを守ってくださいっていうふうに遮ってるところがありますけども、ルールを破ってるのは一体誰なのかってことを考えたらね、お前だよっていうふうな批判もね、菅総理の方に浴びせられると思いますよ。ですのでね、菅総理、いろいろね、国民に迷惑をかけてると思いますんで、その辺から正していかないといけないんじゃないかなと思います。今回もね、オリンピック、これ、正しくはなかったと思いますよ。オリンピックをやるのは全然結構なんですけども、まあ、はっきり言って、オリンピックを目当てに、出場しているアスリートの皆さん、ね、これ、批判の矛先がアスリートに向くのは、まあ、官邸の責任じゃないですか。菅総理の見え切らない判断のせいじゃないですかね。で、なんか、オリンピックを中心するのは一番簡単って言ってますけども、物事を中心するのが難しいんですよ、一番。菅総理も中心するの難しかったでしょ。結局できないわけでしょ。難しいからできないでしょ。目をつぶって、えいやってやるのが簡単なんですよ。ギャンブルでもそうですけども、100万円はえいやって投じるのは簡単なんですよ。ね。でも、ぐっとこらえて、ギャンブルをせずに帰る。ね。その100万円を家族のために使う。こっちの方が、人は難しいわけですよ。ね。ギャンブルでえいやって、麻雀でもよくありますよね。麻雀でもね、リーチに立ち向かっていくのは簡単なんですよ。でも、リーチに対してぐっとこらえてね、自分の手を壊して降りていく。これがだから上級者なんですよね。自分の数ランクをね、降りて、相手の、リーチのみとかピンフのみに対して、もうね、当たり牌をピタッと止める。ね、それが麻雀の醍醐味ですからね。菅総理もいろいろと勘違いをされているようですが、この辺で、中小身体をね、考え直してもいいんじゃないかなと。